はい、みなさんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やっつけましょう。さあ、前回はこちら、引き続き徳川攻めでございます。で、徳川の関東の主だった拠点をほぼ潰したということで、こっから徳川攻めは一方的な感じになっていくんじゃないですかね。で、上杉もまだピンピンしているということで、上杉もそろそろ叩いていきましょうか。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。はい、宿老の小西行長様ら12名が亡くなりました。小西行長亡くなった。あー、太田義継も亡くなったんだ。そうかそうか。いやー、この2人抜けるのは辛いな。だいぶ痛いですね。で、土井さんも亡くなってしまうのか。いやいやいや、もうそういう時期なんですね。で、丸目クランドも死にすぎやって。もう誰も死なないで。で、もうすぐ房総半島を統一できるかな。オッケーオッケー。はい、で、立山城落ちました。オッケー、これで房総半島は統一しました。ナイス。で、あ、維新鈴殿さんいる。投与できる。あ、来た、ナイス。オッケー。で、まあこの方は返していい。はい、お疲れ。オッケーオッケー。で、帰還していいね。お疲れ。さあ、こっからは東北の方を目指して進軍していきましょうか。まずは本拠移転だね。次の本拠移転先はこちら、沼田でございます。で、金銭収支もプラスを維持できるね。OK。まあ、なんだったら、火災に、この方入れてみるか。じゃあ、この方、佐々木小次郎入れるか。うん、舞台の能力は4上がるけど、金銭収入が下がってしまうが、まあ一応ギリプラスは維持できる。ナイス。よし。オッケー。さあ、ここからラストスパート頑張っていきましょう。さあ、今回からこちら、上杉家を攻めていきましょう。現在、上杉家の戦力はこんな感じですね。最大兵力12万9000。小早川家がね、213万なんで、まあ、ほぼ大人と赤ちゃんという感じですかね。さあ、ということで、加工戦行くぞー、勝負だー。いかに動くか。さあ、それでは合戦やっていきましょう。はい、穴沢の戦い、小早川秀明 VS 上杉貞勝。あ、上杉家の当主来た。さあ、勝負だ、行くぞー。勝負だー。当主対決は熱いね。さあ、行きましょう。はい、我が方の優勢揺るぎなしでございます。ですよね。さあ、行きましょう。はい、回戦出品。もう何だって最大兵力差200万 VS 十数万やからね。もう勝つに決まってる。これ勝たなきゃね、もう恥だからね。さあ、行きましょう。はい、一番やりは竹中重門。まあ多分何やっても勝てると思うけどね。まあまあ油断せずに行きましょう。さあ、騎馬突撃、成田海ちゃん、いや勇ましい。いいよ。さあ、まずコブの取り合いに勝ちましょうね。はいはいはい。で、まず国衆撃破。もう国衆なんかいるの。もうそんな、もう国衆に頼ってるじゃ、もうたかが知れてるよ。じゃあ、そうやね、まあこういこうか。いや、あとはあとはこっちの国衆も潰した。ナイス。早っ。で、まあ今回の合戦は早めに終わりそうやね。いや、もう鹿島神宮ね、もう敵に取られてると取られてないと全然違うわ、やっぱり。で、こっちは挟まれとるかな。ここ毎回挟まれるから。で、こう、はい。で、こういって、はい、オッケー。さあ、頑張れ頑張れ。こう、はい。で、はい。で、飯坂猫ちゃん撃破。で、成田海ちゃん疲れてる、了解。じゃあ下がりなさい、下がりなさい。で、そこでまた挟まれとる。私引けって言ってよね。言うこと聞いてください、お願いです。もうこんなんじゃね、勝てるもんも勝てないよ。こう、はい。で、もうそうやね、はい、もうすぐ終わっちゃったよ、こんなん。赤色の悪さは明白か。で、こっちも、後藤又兵衛、大丈夫。戦闘の切れ味、もう働きすぎ、はい。こっちか、はい。いいよいいよ。で、早めにちょっとこっち助けに行ってほしいな。今が好機ですと。で、こっち撃破、ナイス。で、あとはじゃあ3万はじゃあこっち行ってあげて。いや、3万はえぐいて。さあ、で、はいはいはい。さあ、パーフェクトゲームになるんじゃないこれ。はいはい、あ、捕獲、ナイス。どう、で、はい、こっち行ってあげて、はい、こう。はい、オッケー。あと一部隊潰せば OK じゃねこれ。
早く終わらせてあげて、楽にしてあげて。で、成田海ちゃんも下がってもいつまでいるの。おーもうイノシシみたいな女の子ね。まあいいでしょう。まあとりあえずこれで上杉もボコボコにしたも同然でしょう。 OK ナイス。さあこっから東北へなだれ込むぞ。縄についていただこう。でこの二人とよ。はい、まあ解放してあげて。はい、いやーこの威風今日楽しみですね。上杉家のもう慌てふためく顔がもう目に浮かぶわ。はい、オッケーナイス。よし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 、ない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 、いいぜ。なんじゃと。さあで上杉の小爪がまあ来たとしても全く関係ないねこれで。金山町勢力目標達成、ナイス。はい、で前田と狐軍団が沢田城を攻めます。了解しました。でこのまま私たちは若松城になだれ込もうと思います。で徳川の援軍来てるか。まあこんなもう会ってないようなもんや。で野球チーク、そうなんかやってきやがった。で牧場建設、はいはい、もう内戦なんかしなくても勝てそうやけどな。はい、上杉家の本拠地若松城到着しました。で甲状腺はできないか。はいはいはい。で打って出てきたけどまあ意味ないね。はい、さあどうする。じゃあこのまま米沢城行きましょう。はい、若松城あっという間に落ちました。すごいね、強いわ。ナイス。さあ敵将捕獲で3人捕まえた。はい、来てくれるのは2人だけ。はい、よろしいですか。いえいえ、解放してあげて。はい、このゴンは。さあこのまま上杉家の拠点取っていきましょうか。はいはいはい。まあ、言うてまだ腰兵糧余裕あるんだよね。ご命令をくだされ。そうやな。日本バッジョ行くか。オッケー、いいね、行けるんだ。じゃあ米沢城でこっちの舞台もまあ暇なんで、まあこの辺行ってみるか。よし、で成田海ちゃんもこっち来て。はい、行くぞ。はい、で大宝寺城も落ちました。ナイス、早いね、すごい勢いだ。で敵将捕獲でこの2人投与できる。忠節を尽くします。で1人だけか。あー、解放してあげて。噂に聞くより寛大な方です。で聞きやすい。もうちょっと待って。腰兵糧少ない部隊が、あーこの水谷か。じゃあ帰ってもらって、んで6000人来てる。あー許さないね。じゃあこういくか。城を奪ってみせます。で水谷は帰ってよい。はい、でこっちの部隊も出雲のおくじちゃんはそのまま行ってもらって、で浮田朝日ちゃんは帰ってもらうって感じにするか。はい、さあで沢田城も落ちました。ナイス。これ北陸統一近いと思ったら、はい、北陸統一達成しました。ナイス、やったー。で寝返りしかもできる。いや誰もおらんかな。じゃあ大先導やっておこう。はい、さあお願いします。はい、さあ行け行け。でちょっと道が狭いのか。道が狭いらしいです。で商品略奪、はい、収めましたと。で米沢城もすぐ落ちそうですね。で石田三成やばい、大丈夫。で、はい、山形城は進行開始。行け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 、ゴー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 。で米沢城、はい、落ちました。ナイスナイス。で敵将爆でこの2人投与できますかね。あー1人だけ。よろしい。いやいや、もう解放してあげて。はい、拾った命。で二本松城もあっという間に落ちた。ナイス、オッケーオッケー。いや強いね。で氏家三通寺、はい、投与ダメか。あーだけど解ける。オッケーオッケー、わかったわかった、任せなさい。稚魚約束、あーそうやな。まあちょっとうちも今人手不足やからな。じゃあここ20年ぐらいいてもろうて、まあこれでいいか。はい、オッケー、ナイスー。よしよしよし。で帰還して、いやもうちょっと待って、もうちょっといけるよね。じゃあこのまま白石城の方へ行ってもらいましょう。いけるよね。いけるいける。オッケーオッケー、よし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 。さあ行ってらっしゃい。でこっちの方はどんな感じ。いやーちょっとここは延沢はきつそうだな。腰兵糧が少ねえ。いやーダメか、守りきられるか。いや悔しい。ただ山形城は落としましたね。ナイス、オッケーオッケー。よし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 。で聞かせていいや。いやーいけるか。
いけるんだ。おー、ナイス。じゃあここの舞台は作戦変えていいや。はい、お察しを頂戴したく。で、牧場建設、はいはいはい、心得ます。で、上杉攻めも早く見切りをつけて徳川を叩きたいところですね。まあだいぶ上杉の兵削ったからね。まあ拠点半分ぐらい取って、で最大兵力も3分の1ぐらいまで減っちゃってるわ。あー、かわいそうにね。戦が始まるぞ。さあ、で白石城落とした。はいや爆速。さあ敵将爆で、この方投与。はい、あ、来たー。ナイスー。励みます。で、まあ聞かせや。うん、お疲れー。で、あとは延沢かな。はい、オッケー、ナイスー。いや、でも結構ギリだったな。あ、でも延沢落としたんだ、強いすごいね。投与お断りします。まあ解放してあげて。感謝いたします。まさか倒せるとは思わなんだ。で、寝返りしかもできますか。いやー、誰もおらんかな。まあこの辺が潮時かな。で、こっからは徳川攻めを再開していきたいところだけど、ちなみに上杉を従属させることはできないね。まあなんたって徳川に従属してるわけだからね。まあしょうがない。ということで、今回はここまでしていきましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベでした。さよならー。